んばんは。4月17日水曜日のあったです。今日は火事のニュースからお伝えします。今日夕方、野々市市で住宅が燃える火事がありました。怪我人はいませんでした。住宅から煙が立ち込めています。時折爆発音も聞こえます。住宅から立ち上る煙と炎。今日午後4時40分ごろ、野々市市押野1丁目で一軒家が燃えていると近くに住む人から消防に通報があり、先ほどおおむね消し止められました。消防によりますと、火が出たのは2階建ての住宅で、当時家の中に人はおらず、怪我人はいませんでした。そこの車庫から赤い炎が見えたんで、もう完全に火事で、あっという間にぶわーって窓から、ね、広がってきて、現場は野々市駅から東におよそ1キロの住宅街です。前町長に有罪判決です。志賀町が発注した公共土木工事の入札をめぐり、業者に最低制限価格を教えた見返りに現金を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われた小泉勝被告。金沢地裁は今日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。うつむきながら裁判所に入る志賀町の前の町長、小泉勝被告57歳。3件の公共土木工事の入札で最低制限価格を教えた見返りに、業者から現金合わせて110万円を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われています。クリーンな調整を訴え、2009年に初当選した小泉被告。しかし、親戚同様の付き合いをしていた知人に最低制限価格を教えるよう持ちかけられ、2期目の途中からは現金も受け取るようになっていたといいます。当時の心境について小泉被告は、悪いと思っていたが、どうしてもと言われ教えてしまった。選挙で応援してもらおうと心の弱いところがあった。そして迎えた今日の判決。金沢地裁の野村満裁判長は、私腹を肥やした犯行対応は悪質で、競争入札の公正さや調整に対する信頼が大きく害されたと指摘。一方、賄賂が高額とは言えず、すでに町長を辞職し再犯の恐れが低いなどとして、懲役3年、執行猶予5年、追徴金110万円の判決を言い渡しました。判決の後、小泉被告は弁護士を通じてコメントを発表し、これまで多くの方々にご迷惑をおかけし、ご不快な思いをさせてしまったことを心からお詫び申し上げますと謝罪しました。弁護側は控訴しない方針です。今回の事件では、小泉被告のほか、賄賂を送ったとして業者の男3人も起訴されました。このうち青谷被告と西田被告はそれぞれすでに懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けています。残る米木被告について、検察は昨日、他の業者と同じ懲役1年6ヶ月を求刑し、判決は今月25日に予定されています。2代にわたり町政のトップが関わった贈収賄、今度こそ汚職とは無縁の町政運営に当たってほしいと思います。変わってはこちらの話題です。人口減少やドライバーの人手不足解決への一助となるのでしょうか。加賀市では今日から自動運転に対応した車を使った公道での実証実験が始まりました。実験で使われるのは、運転手がいない状態でも走行が可能な自動運転レベル4のシャトルバス。しかし今回は赤信号で止まる場合などを除き、一部の運転操作を自動化し、運転手が同乗するレベル2で走行されます。実証実験で使うこちらの乗り物、サイドミラーもなければハンドルやブレーキもありません。近未来な乗り物、どんな乗り心地なんでしょうか。バスはイオン加賀の里店から加賀温泉駅と山城温泉総湯に向かう、それぞれ往復5キロの2つのルートを走ります。
ほとんど揺れることもなく安心して乗ることができますし、窓がとっても大きいので加賀市内の風景を眺めながら乗ることができます。時速18キロのスピードで至る所についたセンサーやカメラが車の走行位置や障害物などを特定しながら進みます。今日は宮本陸市長も体験乗車しました。センサーが物体を検知して、はい、進むか止まるか、はい、そういうことを判断するんですね。今回の実験は人口減少による運転手不足や公共交通の不便さなど加賀市が抱える課題を解消できるか確認するため、市が自動運転の実装などに取り組む企業と共同で行っているものです。乗り心地はね、なかなか路面電車っぽくていいですよ。カーンカーンとなってね、なんとなく落ち着きますよ。人がどんどんこう減少していく中で運転手様の問題ですとかいろいろなことが世の中には今課題として上がっていると思います。一つずつこう解決をしていければ私たちとして非常に嬉しいなというふうに考えています。この実験は今月23日まで行われ、今週末には市民向けの体験乗車会が開かれます。私はまだ乗ったことないので、はい、本当に大丈夫なのかなとか考えちゃうんですけど、乗り心地もいいみたいですね。そうなんです。時速18キロということで通常のバスと比べるとちょっと遅いんですが、安全のためですし、乗っている側としては窓もとても大きいのでそんなに遅い感じはしなかったですね。乗るだけでワクワクさせてくれました。さて改めておさらいしていきます。自動運転のレベルは1から5まであります。こちらですね。そしてレベル2はこちら、運転手は必要なんですがハンドルから手を離したりできるハンズオフ運転が可能なことです。レベル4は条件などがありますがドライバーがいなくても運転を可能にするシステムが導入されている車両になります。完全な自動運転は様々な条件をクリアすることが必要なんですが、導入されることになれば運転手不足などの問題を解決することにつながります。運転手が必要ない乗り物は夢のような話だと思っていましたが、県内で導入されるのもそう遠くないかもしれません。次です。長谷知事は今日総理官邸を訪れ、岸田総理に対し地震からの早期復旧に向けた支援の拡充を求めました。総理は復旧復興に向け今年度予算の予備費からの追加支出を来週にも決定すると表明しました。長谷知事は総理官邸を訪れ岸田総理と面会しました。長谷知事は仮設住宅での地域コミュニティの運営や二次避難先と能登の2地域居住をめぐる課題など被災地の現状を伝え、県の復興プランの策定に向け要望書を手渡しました。総理は関係省庁と協議して対応すると応じたほか、今年度予算の予備費から第4弾となる追加支出を来週中にも決定すると表明しました。そのボリュームがどの程度なのか、事務方は調整しています。したがってその積み上げによって額が決まると思っています。こういったやり取りも総理ともさせていただいて感謝と今後の特段のまた配慮をお願いした。岸田総理は地震からの復旧復興に対応する災害復興基金の創設が必要だという認識も示しています。たくましいアスリートたちが復旧作業を後押しします。柔道やラグビーの元日本代表らが今日珠洲市を訪れ、炊き出しや片付けなどのボランティアを行いました。珠洲市を訪れたのは柔道の元オリンピック金メダリストで今年のパリオリンピックで日本選手団の副団長を務める井上康生さんと谷本あゆみさん、そしてラグビーの元日本代表広瀬俊明さんです。今もおよそ70人が避難生活を続けている法隆小中学校。井上さんらは鶏のひき肉と大豆を使った防災食、ベコライスなどを振る舞いました。ちょっと知り合いから聞きましたよね。慌てて11時半に来ました。金メダリスト、間違いない。
水がないんで、そんな手の込んだものもできないし、大変ありがたいです。本当に嬉しい。この後、井上さんらは珠洲市和歌山町の民家で、地震や雨漏りの被害を受けた畳やタンスなどを手際よく運び出していました。これは宝です。皆さん、すべてのアスリートを兼ねておられますね。はい、ですね、私ら片付けられませんので、こんなことになるとボランティアの方のありがたさというんですか。僕らアスリートって体を動かしてきてね、体も頑丈だと思うので、そういうところ実際、まあ、少しでも役立てればいいなと思ってますし、これは出発点だと思っていて、これからいろんなアスリートと関わりながら少しでもこの能登に対して何ができるのかということをしっかりとアクションしていきたいなと思います。井上さんらは穴水町や羽咋市でスポーツの魅力を伝えるイベントにも参加し、地元住民たちと体を動かしながら交流したということです。今年度県に採用された新人の職員たちが、能登半島地震で大きな被害を受けた七尾市で今日からボランティア活動を行っています。話しますよ、はい、大丈夫。これガラスついてください。七尾市で片付け作業などのボランティアを行っているのは、今月採用された新人県職員40人です。この取り組みは初任者研修の一環として行われ、県の職員として被災地に何ができるかを考え、今後の職務に反映させることを目的としています。職員らは6つの班に分かれ、市内の民家から必要なものはないか確認しながら、被害を受けた家具などを運び出しました。引き出しの中身が入っている。はい、直接被災者の方の困ってるっていうような声とかを聞く機会というのはなかなかない経験だと思いますので、もっともっと県民の方の声を聞いて、少しでも多くの方の力になれたらなというふうに思ってます。やっぱボランティアの方が少ないっていうふうな現状を踏まえまして、こういった中の状況ってものをもう少し発信していくことで、ボランティアの方々もいろいろ来て、少しでも石川の復旧復興につながるのではないかなというふうに感じています。新人職員によるボランティア活動は明日と今月25日も行われる予定で、合わせて120人が家の片付けをはじめ、被災地のニーズなどを聞き取る予定です。県内の公立小学校と中学校で、児童生徒の基礎的な知識や学習生活状況を調べる県の基礎学力調査が行われました。県の基礎学力調査は、県教育委員会が2002年度から独自に行っているものです。今回は能登半島地震の影響で参加を見送った輪島市内の小中学校を除く県内の公立小中学校271校の4年生と6年生、中学3年生の合わせておよそ2万7000人を対象に実施されました。教科は小学4年生が国語と算数、6年生と中学3年生は社会、理科、英語で行われました。輪島市の小川忠教育長は、能登半島地震の影響で児童生徒の生活環境が流動的な中、今回は参加を見送ったが、県と協議し、今後問題などを学習指導に活用していきたいと話しています。県教委では明日行われる国の学力学習状況調査も合わせ、今後の学習指導に反映させる方針です。桜の花見の時期に毎年無料開園される国の特別名勝兼六園に、今年は過去最多となる48万6600人が訪れたことが分かりました。兼六園では桜の見頃が続いたため、例年は7日間としている無料開園の期間を今月5日から14日までの10日間に延長しました。金沢城兼六園管理事務所によりますと、期間中の入園者は48万6600人で、無料開園が始まった1977年以降、最も多くなりました。1日あたりの平均入園者は過去3番目に多い人出でした。期間中に土曜と日曜がそれぞれ2回あり、天気も安定していたことが花見客の増加につながったとみられます。また金沢城公園の入園者も31万3700人と、
2001年の開園以降、2番目の多さとなりました。震災から復興への願いを込めて、毎年恒例の八重桜祭りを前に、津幡町の栗原不動寺では今日、厄除け念仏赤餅つきが行われました。念仏を唱えながらつくこの赤餅は、むさぼり、怒り、愚かさの三毒を取り除くとされ、栗から峠で悪さをする猿に与えたところ、二度と悪さをしなくなったという言い伝えがあります。日本三不動の一つ、栗から不動寺では、津幡町の八田富郎町長らが参加し、念仏が唱えられる中、墓持ちをつきました。言い伝えの通り、災難焼けのお餅ということでございますので、大きな災難を小さな災難へ、小さな災難を無難へと、転じ、前向きに、一歩でも前進していけるような、そんなお餅になってくれると思います。栗から不動寺の周辺には、およそ6000本の八重桜が植えられていて、これから見頃を迎えます。ここ数年コロナもありましたし、そんな中で今回の震災ということで、ご住職からはこんな時だからこそみんなの安寧を願って行った方がよろしいんではないかと。地震から前へ進むきっかけに、栗から山八重桜祭りは今月20日から29日まで行われます。まずは季節の話題です。能登地方の桜も見ごろは過ぎたものの、輪島市の桜の名所では今桜吹雪が地元の人たちの目を楽しませています。輪島市河合町にある一本松公園は、ソメイヨシノやしだれ桜など900本以上の桜が植えられ、桜の名所として知られています。今日は訪れた人たちが舞い落ちる桜の花びらやピンク色の絨毯のように彩られた遊歩道での散策を楽しんでいました。今年は近くの公園で仮設住宅の建設が始まったことから、一本松公園が子どもたちにとっての遊び場となっています。散り際の桜もとても綺麗で、すごい心が和みました。家族で、あと友達でお弁当作ってゆっくりお花見ができたらいいなって思います。元気に遊ぶ被災地の子どもたちを見守るように、一本松公園の桜は散り際を迎えています。まずは雲の様子です。日本海北部から東北付近を通り、関東沖にかけては気圧の谷による雲が広がっていて、ところどころに発達した雨雲が見られます。この時間、白山市に融雪注意報が発表されています。ご注意ください。明日朝9時の予想天気図です。明日は前線を伴った低気圧が本州の南を発達しながら進むでしょう。全国の明日の天気です。南西諸島は雨が降り、昼前まで雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州から北陸にかけておおむね晴れるでしょう。東海や関東は雲が多く、昼過ぎから局地的に雨や雷雨となりそうです。県内の明日の天気です。県内は昼過ぎまで時々雲がかかりますが、おおむね晴れるでしょう。天気の崩れはなさそうです。また引き続き黄砂の飛来が予想されています。明日の能登は昼過ぎまで時々雲がかかりますが、おおむね晴れる見込みです。輪島の最低気温は9度と今日より3度ほど低いでしょう。最高気温は16度と今日より5度ほど低く、平年並みの予想です。加賀でもおおむね晴れの1日となるでしょう。金沢の最低気温は12度の予想、最高気温は19度と今日より2度ほど低く、平年並みの見込みです。県内
内の週間予報です。あさって金曜日までおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がりやすいものの、土曜日は日差しの届く時間がありそうです。日曜日は朝から雨が降る見込みです。最高気温は20度前後で平年並みの日が多いでしょう。全国の週間予報です。土曜日にかけては日の差すところが多い見込みです。日曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。月曜日以降も雲が広がりやすく、火曜日は九州や沖縄で雨が降りそうです。水曜日は関東から沖縄にかけて雨の範囲が広がる見込みです。スギ花粉情報です。明日の県内、花粉の飛ぶ量はやや多い見込みです。続いて素肌乾燥情報です。明日は素肌乾燥指数は低いものの、黄砂の飛来も予想されているため、敏感肌の方は対策をしておくと良さそうです。傘情報です。明日は天気の崩れる心配はなく、傘を持ち歩かなくて良さそうです。洗濯情報です。明日は各地で日差しが届き、洗濯物もよく乾きそうです。ここまでお天気をお伝えしました。続いては特集です。昨日からシリーズでお伝えしている北陸新幹線の敦賀延伸から1ヶ月、誘客を進める福井県では点在する観光地への交通手段が大きな課題となっています。観光客の獲得に向けた戦略を紹介します。出発進行。今敦賀駅より高い500人を見て飛び出しました。福井には本物がいっぱいあります。そうするとまた福井行ってみよう、こういう風になっていただけるんだろうと、そう信じているわけでございます。整備計画決定から半世紀以上経過した先月16日、福井県に新幹線が乗り入れました。100年に一度のチャンス、大きなチャンスを手にした福井県。その新幹線効果は、土日の駅はすごい賑やかになったなと思います。増えたと思います。地元の人も結構来てると思いますね。福井駅には新たに観光案内所もオープン。ダントツで関東からのお客様、東京ですとか、あとは千葉、埼玉、茨城から来たというような、関東も結構広域の、ところから来ていただいているなって思いますね。初めて福井に来られたという方は、皆様永平寺ですとか勝山恐竜博物館、あとは東尋坊というのはやはり皆様、まずは行ってみたいということで、ご相談をいただいておりますね。福井県によりますと、開業から3月末までの16日間の観光客の数は、前年同期比で 30.5% 増の38万2千人。特に関東圏からは 67.8% 増と、他の地域より大幅に伸びています。主な観光地の入り込み数は、大本山永平寺がおよそ1割、恐竜博物館がおよそ4割、一乗谷朝倉新石博物館がおよそ3割増えました。観光客増に沸く福井県ですが、多くの観光地が広範囲にわたって点として位置しているのです。まず二次交通はですね、現状で申し上げますと、かなり充実をしてきているというふうに認識しております。観光地が離れ点在している福井県が抱える課題ですが、これをバスなどの二次交通を充実させることで対応しています。その一つがハピバス。新幹線延伸に合わせ、福井県内の5つのバス会社と県バス協会が共同で観光地をめぐるバスの運行を始めました。共同事業体を設立しての取り組みは全国初です。福井県はなかなか直行バスはあるんですけれども、周遊する、効率よく周遊するっていうバスは今までなかったので、
この新幹線開業に向けて新たに定期観光バスを企画いたしました。あと今回ハッピーバスではガイドさんがついておりまして、カニを大きく描きました。福井県はやっぱりカニが有名でございます。事前ガニお召し上がりいただいたことございますでしょうか。ありがとうございます。越前ガニ福井県有名でございます。ハピバスは新幹線4駅を発着点に地域の観光地を巡るものです。11のコースが用意され、恐竜博物館、越前大仏を回るコースや大本山永平寺、一条谷朝倉親戚を回るコースなど、歴史や自然体験などを楽しめます。新感覚 XR バスワウライドイコスタ福井号が2024年6月1日運行開始。また今年6月から新たに導入されるのが新感覚 XR バスワウライド。車窓に映像が映し出され、移動時間を飽きさせない工夫がされています。福井は自然がいっぱいでいいと思いました。また来たいなと思いました。はい、思いました。また来てもらいたい福井県、新たな手を打っていました。駅を降りて最初 の再開発のあたりは、ここは恐竜だらけなんですね。ちょっとそこを一歩県庁の方に向かってきますと、目の前にまず羊猿やぐらは駅のあたりからももう見えるようになります。福井駅を出ると至る所で恐竜を見ることができます。福井県が誘客で取り組んでいるのが街歩き。福井城の復元もその一つです。徳川家康の次男、初代福井藩主結城秀康が1606年に築城した福井城。今は県庁などが建っていますが、福井駅からも近く、街歩きのスポットとしては好立地です。その福井城を満喫してもらいたいと始まったのが、 VR で江戸時代の福井城を楽しめます。スマートフォンを使って在りし日の福井城の全景を眺め楽しむことができます。また福井県では城の南西の角に明治初期まであった高さおよそ16メートルの羊猿やぐらの復元工事を、早ければ来年度には着手する方針です。また中心市街地の観光誘客や県内での宿泊を促進するために力を入れているのがライトアップです。市民や観光客に風情を楽しみながら周遊してもらうための拠点作りも進められています。例えば今ここにいる寄り場なんかもですね、阿諏訪川を拠点として立ち寄っていただける場所、それから街中だけじゃなくて、これだけ街に近いところに自然が残っているという部分を使いながらですね、もう少し先にある阿諏訪山とか隣にある浜町といった旧料亭街、そういったところにこう足を運んでいただくような仕掛けを作っていきたいなと思ってます。海の幸丸ごと使ったおせんべい、ぜひいかがでしょうか。北陸新幹線延伸に合わせて福井駅に先月誕生したクルフ福井駅。観光客だけでなく地元の人たちも呼び込み、市中心部に新たなにぎわいを創出しています。人が増えることで新店舗もオープンし、街歩きの楽しさも増す。新幹線開業で迎えた100年に一度のチャンスをどのように最大化させていくのか、福井県の手腕が問われています。まさにこれからというところでしょうけど、はい、福井って石川富山と違うところが福井ドームありますよね。ありますね。小松ドームありますけど、福井ドームは有名なアーティストたくさん来るじゃないですか。コンサートね。コンサート多いので、福井駅が新幹線通ったってなるとなおさらお客さんも増えるでしょうし、繁華街は石川と同じ片町がありますからね。ありますね。私たちにとっては福井というとお隣ということで、すごく身近な存在でもありますが、取材をしていると特に関東地方の方はこれまでアクセスが良くなかったんですよね。
新幹線でより多くの方に来てもらって、石川だけでなく福井のことをもっともっと知ってもらいたいなと感じました。福井県に点在する魅力的な観光地を周遊して楽しんでもらうためにスタートしたのがハピバスです。また福井市では福井城の復元や街歩きの拠点スポットの建設など、街歩きを楽しめる街づくりにも力を入れています。本物にこだわる福井県の魅力がますます高まり、北陸3県の周遊がさらに進めば、石川県への観光客数の増加にも期待できますね。